この実況を見るときは部屋を暗くして画面に近づいてみてくれよな。無双スターズというわけでね、今回も無双スターズやっていきたいと思います。よいしょ、セーブしたところからポチッとなと。うん、いやね、無双スターズは基本あ、そうだ、ストーリー変わってこいつになったんだよね。無双スターズはなんていうのかな、結構ね、生放送でやっていこうかなって思ってたところなんですけれども、まぁ、ちょっとね、ストックダメということで、ちょっと今回やっています。はい。キャラクターゲットはないのかな？お。じゃあなんか出たのでやりましょうか。ね。今気分でやるからね。よいしょ。まず今、このキャラクターを強くしなきゃいけないんですよね。うん。前使ってた、なんだっけ、霞だっけ？ね。使えなくなっちゃったからね。よいしょ。さあ、行くぜ！さあ。開演の時間だ。開演の時間だ。行くぜー。こいつの両腕っていうの、これなんか、あ、腕じゃねえな、スピーカーか。2、3、4。おいしょおいしょ、これやばい、範囲が鬼。お、いた、まずいまずい、なんか技やってやがる。ほい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 、よいしょー。いいね。やっぱこいつ強えな。範囲が尋常じゃないもんね。おーおーおおお。1、2、3、うわー。1、2、3、うわー、痛い。3、うわー。1、2、3、だーじゃないもんね。1、2、3、うわーだもんね。うわー。カスミ使いたいな。拠点兵長はどこ？って言ってるそばから死んじゃったぜ。誰を殺すの？何、ここ意外と楽勝なとこ？あと何？ 3 分。わー、すごいです。すごいです。試してみたいな。まあ侵入を阻止すればいいんだね。なんか前もこれ似たようなのやったな。ほいほいほい、よいしょ。あいつ食い止めないからね、地図のところで、左下のあと15人。あいつ間に合うか。拠点ボス来てる。レクイエムを奏でよう。早く、よし、せやつ、早く行かなきゃ。あ、あかん、ちょ待て。よし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 、間に合った。あいつやべえぞ、まだやるぞ。もう向こうの一人は仕方ないんだとしていこうか。よいしょ、殺せ殺せ、バカバカ、いけ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 、潰せ潰せ。ほい、いけ、あとちょっと、よし、もうアイテム取らずに行こう。間に合うか、あれ。いや、ギリいけるな。あなたが味方でよかった。いや、入るな入るな、よし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 、入ってない入ってない、いいぞ。なんだこいつ。ほほほ、俺が何とか食い止めねえと。どこ行った、そこか。何こいつ、当たんなくね、ちっちゃすぎて当たってねえのか。下のやつ間に合わねえのこれ。よし、いっちゃ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 っ、よし、いけいけ、潰せ潰せ。どうした？まだ。技やるか？まだ早いな。あー、でも下のやつもうちょいで来ちゃうな。おーっと、まずい。あぶねー。下のやつが、あー、どんどん来るね。
でもあと50秒あと3人入れちゃったら負け、よし、あっけないものね。下もうちょい食い止めてくれるかな、こいつなんとか食い止めないんだけど、ただ下の2人入ってもまだゲームオーバーにならないってことは上だけもう今やっちゃえばいいってわけだな。バカバカ入っちゃう入っちゃう入っちゃう、バカおーつおーバカバカおいおいバカかなリーローズ、貴様貴様はバカなのかやってくれたね、おっとっとっと、まずそこ任せていった方がいいかな、上来ちゃうな、ちょっと上やりますわ、おあ上行ってんのか、いいよ、これだ、もう入れんなよお前ら、こっちじゃねえからな、おなに終わった、よかったーよかった終わった、誰も入れずに終わったぜ、なおちびな、おいおちび仕方かよS ランク、A ランク、A ランク、いいね中田がいいよ、いやー、霞使いたいな、あとマリーローズ今回やってくれましたね俺が押し返してるにもかかわらずね、空中コンボ決めまくってゴリ押しでオンゴール決めましたからねいや、こんなこともあるんだね、指示できたらいいんだけどね、ふふ、さっきはとっても素敵なコンサートができたわ、うん、とってもかっこよかったです、あの動き、オンいや別に参考にしなくてもいいし、真似しなくてもいいんだよ、キャラクターゲットしたい、いや猫はいらないな、まあね、せっかくね、向こうのこのマップができたということで、ちょっとこれをどうぞ、お、これ拾いもらえないけど持ってくる、なになに、なにこれ何に使うんだよ何に使うんだよ、じゃあここなんか行ってみる、20レベル20レベル、お16レベル、ちょっとやってみるか、ラッシュバトルあーここかね、こういうのやってるとストーリー進まねえんだよなまあレベルが上がるから、まあ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 、ぼちぼちやってこうみたいなね、ほいいいね、気持ちいいわ、いいだ、ちょっと端まで行って敵を引き寄せてぶっ飛ばす、そうすると吹っ飛んだやつに吹っ飛んだやつが当たって、吹っ飛んだやつがボコってなるから、吹っ飛んだやつがボコボコってなるからな、うん、擬音だらけですねでももうなんだかんだで100人殺しますからね、うえー気持ちいい何ここ最高じゃん、はいはいはい、なんか倒した文字付きのやつ倒した、これくらいにしといてやる、今日はこれくらいにしといてやる、それザコが言うセリフな弱い犬ほどよく吠えるってね、上に上がってドーン、上からドーン、いいね、はい、あ、そうそう、その上からドンで思い出したんだけど上からドンで思い出すガイみたいなね、あのベイブレードの動画だけ今後ちょっと編集入れていこうかなっていうふうに思っていますので、あのこの動画が上がってる前のベイブレードの動画だ、多分大体編集されてると思うんですよね、リスナーさんになんかリスナーさんがなんか動画やってる方がいて、でその人になんかその人の動画見たみたいな、俺のスターセイバーで戦っている動画で、うん、でなんかそういう動画上げてて、でなんか文字列がそういうなんか編集をしてたんだよね、その人は。だからその編集ソフトは何ですかって聞いたら、あ、できますよっていう風に、おじゃあ俺やってみるっていうことやったら、あ、意外とできたねっていう、結構編集って大変なんだね、うん、レクイエムを奏でよう、さらに激しく1000人いきたいね、今もう800人
もうちょい来いよ。もうちょい来いよ。つまんねえよ。あと1分以内で200人、いや、120人くらい倒したい。いいぞ！めっちゃ湧いてきた。おーおーおーおお。よしよしよし、ここら辺に来て。はい！奏でてやるべい！貴様らの死をね！どうだ？お、星があるじゃん。さて行きましょう。千人突破！この世界でなら、そう名乗っても良さそう。わー。よいしょ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 。敵多すぎるだろう。これ実際だったら積んだよね。ゲームでよかったね。こんなん囲まれたらぐっさぐさにされるからね。四方八方から剣の嵐で、斬撃の嵐です。うお、1400だって。またのご来園をお待ちしております。お待ちしております。はい、まあてなわけでね、まあそのベイブレードのあの編集はですね、携帯の iPhone のアプリで3つの編集ソフトを使って編集してます。はい。これ D なの？マジでマジで1000人超えても D ランクなの？これマジで何千人いったらいいんでしょ。これ9999までいける感じ？そんなバカな。だって敵の湧き方が少なかったじゃないか。やるわ。さっきはとても、うん、なんか同じことしか言わねえのかな、お前。こっちポーチューニキ。うん、じゃあなんつだろう、ゲーム実況はあのね、前から言ってたんだけど、パソコン、今使っているパソコンが予備用のパソコンなんだよ。ここで果てることもないでしょうね。予備用のパソコンだから、あのとってもスペックが低いんですよ。うん、だから編集ソフト入れちゃったりすると、なんていうのかな、重くなってパンクしちゃうっていうね。で、多分ラグ発生して固まったりだろ、なんだろ、起きてっていう感じになると思うから、今の俺の低スペのパソコンだとできないんだよね。メインパソコンは今死んでんだよ。よいしょーい。気持ちいい。でも先ほど気持ちよくない。先ほど気持ちよくないって。別に変な意味じゃないぞ。別に変な意味じゃないぞ。はい、はい、はい。強電兵。おー、いたいた。そこーそこでかっ。なんかこいつやたらでかいぞ。よいしょ。で、着地したところに、ほい、奏でてやるぜ。ヘイ、フィナーレだ。よいしょ。当たってないぞ、ボスに。今日誰にも当たってなかった。なんで。おいしょー、おー、いいアングル。変態の極みだ。このボス固くね。まだ HP あんなにあんの。かすみで行くしかない。よいしょー。バカ野郎、さっさと死ねえ。さっさと行け。お前どんだけ HP あんだよ。硬すぎるだろ。行ったか。よしよしよし、やっとだよ。こいつやたら硬えな。ててこれで流れも変わるでしょ。まああと他にね、あのなんか携帯アプリでこれ結構ナンバーワンなんで使ったら計算多分やりやすいですよっていう編集ソフトがアプリでありましたら教えてください。お、奏でようぜ。せやー、なんか下にイケメンが荒ぶってる。下でイケメンがゼロ距離で荒ぶってる。顔面に全て食らったんだろうな。サブミッションスタート。いった。待って、ここ2人いんのか。やばいやつ。貫かん。お前、女貫くとかただの変態じゃないか。お前
ほい、やっちゃっちゃっちゃい、いいコンビネーションじゃねえか。うふうわっ、まず死ぬ死ぬ、あっぶねえ、バカ、まずい、これまずいぞ。こういう時はこれだ、ぶっつぶす。どこ行ったー、どこ行ったー。そっちか、よいしょー、よしよし、はい、受け止めよう、はい、まだまだ、あれ倒したのかな、まだ生きてるよ、私も応援します、ずっと見てます、ずっと見ておけ、ボスどこ、倒した、俺この調子で倒したっぽいな、なんか見当たらない、おー、この女子会には誰も勝てなかったんじゃないかな、そう名乗っても良さそうだ、よいしょ、まあこんなもんか、じゃあ次のビックリマークいきましょう。なんかどんどんうちの拠点に近づいてんな、あのビックリマーク、ビックリマーク、はい、さあさあ、あのビックリマークちゃんにかすみちゃんで突っ込むぜ、いくぜかすみちゃん、てて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 、なんか終わったんすけど、やめピうーさぴょん、なにこれ、なに今何がやられた、あ、俺が死んだのか、確か HP 少なかったよねそんなもん、かすみちゃんとか言って普通に突っ込むから死んだんだよね、俺ね、ね、何の肉まも取らずに行っちゃったから、まあ手当たり次第行きますか、あれ、凍ってる、こういう難しいところは霞で行くわ、うわっ、行って、よいしょよいしょ、おら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 、つやー、すげえことになってる、行っちゃ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 、まずい、行って、あー、なんかいつの間にか戻ってる、霞じゃない、うわっ、いって、なんだ、コールシン強くね、おいしょー、これでどうだ、おいしょー、いけ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 、もう何が何だかわかんねえけど、ほらいけいけ、ぶった切れ、いいぞいいぞ、よいしょー、なんか空中コンボかましてたわ、こいつやたらせえな、おっ、いたいた、おい、なんかびっくりマークやたら強いね、そうだ、まずい、逃げろ、あれは痛い、なんこれ、そこ、いいよ、どんどん行け、いいねいいね、横手でこっちか、いいね、ボコボコ、あやねって誰だろう、いた、あや姉さん、ほい、上からトーン、あんま食らわねえんだけど、こいつの HP 硬すぎじゃね、ドバーン、よいしょ、全然食らわねえんだ、ほい、文句なしとせんか、あれ、俺にも予測できない事態があるのか、ほい、よいしょー、うわ、まっつい、ほっといて俺がまずかった、うわ、やっべー、ダメージ量がおかしい、ここ本当に20レベルで来るところか、あー、まあ難しいにしてるかなちょっと目離すとボコボコにされるんだよなよし、
肉まん出せ肉まん。ちげえな、それじゃねえな。なにおちび、おちび、はい、まつあのシャキーンみたいな感じになった時は、ね、敵の技発動なんで近づかない方がいいんですよね。よし、肉まん出せよ、死んじゃうよ。なんかって聞いてんの誰だ。モノノフの魂、この槍にて様か。あぶねえ、今の食らったら死んでた。さらに激しく、おお当たってねえな、やっぱり。ほい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 、よし、やつはどこだ。そこか、4人がかりでボッコボコ。女子会に男はいらないんだ。さあ出てけ出てけ出てけ、おらボッコボコ。いいね、ハセに本当に動きやすいわ。どこまずい、あいつなんかビリビリしてる、あいつなんかビリビリしてる。この時はこれ、さて声援を忘れる。さあ頑張るぜ。どこ行った、どこ、マジでいたいた。ほいほいほい、よしよいしょ、ここ超むずくね。よいしょ、ほいほいほい、よいしょ。さあどんどんいけいけ、よいしょ、ほい、おいしょ。さあこれで終わりだ。どうだ、俺死にそう、俺死にそう、あとワンパンで死んじゃう。肉まん肉まん、いかがだったかしら。いや敵は倒したけどね。待って、この拠点になんか肉まんあった、よかった、助かった。いいね、ちょっとこの雑魚です、助けよういやでもだいぶ強い敵だったね。あれ発動しなかったら多分俺死んでたわな。ここの拠点ちょっとついでに取っちゃうか。お、あれ俺今アイテム取れなかった。おい、ここついでに取って上のビックリマーク動いた。肉まんも取ったことだし。ミレニアちょっとまずい、どこにいんだ。どこミレニア、ミレニアどこ、押されてんのか。ここ取ったらすぐ行くわ。あこれ防御力硬い敵じゃないか。速攻当たるか、当たってる当たってる、ボス当たってる。え全然当たってるんだけど、マジでさ、なんでこんなに拠点ボス強くしたの。強すぎじゃね、こんだけやってなんでって感じ。霞んでる、飛ばしすぎた、中に入ってくれ。拠点バス吹っ飛びすぎよお前。あレクイエムを奏でよう、レクイエムを奏でよう、お前の死よ。やばいよ、ミレミアンちゃん死んじゃうよ。俺は最後まで諦めぬ。あいつ死んだよ多分。ちょ、どこ、なんでそんなとこにいんの。もうこれ間に合わねえだろ。何おちび、何俺が呪まって、あいつなんであんなところにぶっ込んでんの。気の利くやつ、礼は言わ、うるさいな、分かってんだよ。おっとっと、こいつだ、これきつい。ちゃまずい、無理だろなんだここは、え、またこっから、ここで果てることもないでしょうにクソだろいんだよ。まず誰にも当たらず拠点取っちゃおう。まず拠点取ろう、上のそこの拠点取って、下の赤い宝箱もやって、いやどうしよう、どっから行けばいいんだ。なんかこれあのあれみたい、巻き戻し、し戻りしてるみたい、し戻りねリゼロですよ、リゼロ、し戻りで、し戻り死んで人生やり直せるんで、ちょっと前の時間に戻って作戦を立てて、どうそれを乗り切っていくか。
し戻りですね。トテンボスがやたら硬いことがね、それがネックなんだよね。ここクリアしちゃえば、どうぞ行けばーって感じなんだけど、あいつどこ行った、拠点編、拠点編、拠点そこ、ちょっと待って、吹っ飛びすぎじゃね、吹っ飛びすぎじゃね、当たるこれ、当たんねー。ちょっと味方、味方なんかこの頃足引っ張ってるんだけど、なんでどういうこと、ほい、狙い撃ちできねえし、ローズちゃんについてはオンゴールかわしましたからね。あれこいつすぐ寝っ転がるから氷が当たんねえんだわな。あいつどこ行った、おいたいた、お前デカブツなくせに画面から消えるんだよすげえ上に上がるんだけど、このデカブツ体重ないんじゃんすぐ寝っ転がるから攻撃当たらないし、これもうちょいゲーム考えてほしかったね。全然クリアできないもん。まあ難しいにしてる俺がいけないんだけど、あとレベルが足りないわ。俺こいつ何レベルだっけ。あとボスはせめて赤色にするとか、でかくてもちょっとわかんねえそこ、これ当たったろ、いた、よし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 、当たってる当たってる、いいぞ。フィナーレになってないね、全然なってないね。あとちょっと、あとちょっと中に入ってこい、外出たら敵増えちゃう。あと5分、5分、うまくいったぞ。本当だよ、本当にうまくいったのかお前。この拠点、よしよし、制圧、肉まん、うまくいってるわ。ちょっとここ難しそうだからやってやるか。おぶねえ、いきなり、いきなりだな、あいつ。お前を止めてみせる、貴様をぶっ殺してみせる。さあ、発動、共に奏でよう、ほいほいほい、おらおら、貴様いい挨拶してくれたもんだな。あんな挨拶初めてだったよ。よいしょ、危ねえ、危ねえ、これ稼いでいかないと。あいつどこ行った、あいつ、あ、いた、よしよし、多少食らされた、どう倒した、この世界でなるそうなっても良さ、倒したっぽいね。霞が死にかけなんだよちょっと肉まん取りに行こうか、肉まん食って、でもちゃちゃっと行こう、なんか上に赤いビックリマークいっちゃってるな。終わる、ちょっと真ん中取るか、負けにはおお、ここにいんのかお前、俺にも予測できない事態があるのか。あーやねね、さあぶっかましてくぜ。なんか意外と歯ごたえあってちょっと面白いけどね。ただ拠点ボスもうちょいやわくしてくれてもいいんじゃないかっていうちょっと俺の個人的な意見おお、なんだ、なんか発動してんの、なんだこれ、なんかめっちゃ発動するんだけど、なんか合計8人くらいなってるんだけどどういうこと、大丈夫今、うわなんかすげえボコボコ、あと拠点ボスここにいるわ、なんかボコボコすぎじゃない、何発動してんのこれ、すごくない、何これ、ボコボコなんですけど、やばくね、ちょっとこれずっとやりたいね。うわ なんだこれ、今俺すごいの発動してんの、お終わった終わった、でもまだ終わってねえ、あれ去年制圧した、なんかすげえみんな金ピカリンなんだけど、俺以外がみんな金ピカリンなんですけど、どういうこと、おおまだ続くか、これなんだ、この世界でなそう名乗っても良さそうだ、レクイエムを奏でよう、てか仲間がやばいんだよね、でも拠点ボス倒さない限りは進めないんだ、よし、え、なんかいるっぽい、次から次へと、あでもこいつそんな強くない、何なこれ敵の技、諦めぬ、俺は最後まで諦めぬ、
あいつ死んだら終わりでしょ、多分。いやー、行ってももう無理だよな。あそこでしょ、あれでしょ、あのびっくりマークでしょ。無理じゃね。お、赤いのついてきてる。いいね。間に合って。うっ、お前まずここにいる時点でバカだろ。いった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 。まあ、っつ、礼は言わせてみる。かすみ攻めろ。よいしょ。おらおらおら、かすみなめんなよ。こいつマジ俺めっちゃ育てたキャラだからな。おらおら、やっべ。よいしょよいしょ、ちゃう、やっべ、めっちゃ気持ちいいんだけど。よいしょ、助けに来たぜ。レクイエムを奏でよう奏でよう。すぅー、なんとか間に合ったみたいな。どうだ、これよりは私が相手になろう。誰だ。おお、あいつ味方回復してるぞ、よかった。どう、このファインプレー。拠点ボスだ、こう、開いた。もう全力で行こう。おりゃー、せいや、いいね。よいしょ、拠点ボス、ばっかのごすぎる。よし、倒した。よいしょー、これでいいだろう。あれ、まだ制圧できるな。まだいけるか。あれくらってまだいける。どこ、あ、いた。あれ、どこ、いた。奏でるぜ。どう、これでどう。よし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 。え、無理するなバカ、そのままだと死ぬぞ。いや死ぬけど、確かに死ぬけど、無理しなきゃこれクリアできねえんだって無理しなきゃこれクリアできねえんだって。で、拠点ボスどこだよ。矢印出てねえし画面に。でもあれ青くなってんの。あ、まだいるじゃん。何回技食らってもあいつ生きてんだけど。これでどうよ。まだいける。うっそこいつそこら辺のボスより強くね。強いというか硬くね。なんか起き上がって。お前ずっと寝てっから、なんか地面と同化してずっと攻撃されてねえんだよ多分まだ生きてんの。あーし、やっとだ。よしよしよし、いいぞ。よし、でかい。で、あの、なんか動いてるビックリマークちょっと気になるから、それと同時に、あの赤い拠点ちょっと制圧しようか。ね、多分ぶつかるでしょ、いい感じに。いいぞ、行くぞ。よし、多分ここ結構辛い場所になるけど頑張ろう。行くぜ。頑張ります。結構今いい感じ。無双の夢。よし。この世界でなら、そう名乗っても良さそう。よいしょ。力をお見せします。お見事です。お見事ですよ、アリアス。流れも変わるでしょう。よいしょ、俺が相手になろう。なってみろ。俺の相手になるかな。俺の本気はカツミちゃんだけどな。フィナーレだ、フィナーレだ。あれマジで終わったわけじゃない。よいしょ、まだいけるね、あいつね。よいしょいいぞこのゴリゴリだからね。この上に多分今ボスいるはずなんだ。当たってないつがいない。どこ、あ、あれ、ここ気圧してないな。
に本当やりやすい。よいしょレイヤー、さあゼロ距離射撃くれ、勝てえマジで、マジ死なねえんだけど、あとちょっと、よし、よし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 、いい調子、だいぶいいよ。ちょっと上の宝箱を取りに行く。で、あと拠点の、俺の青い拠点の近くに赤い点があるから、赤い点というか相手の陣地があるから、あれちょっとぶんどって、じゃあちょっと左側を全部俺のものにしよう左側を全部俺のものにしてそうしようそうしよう。いや楽しいなこのゲームな。うんめ、さあ行くぜ、ほいほいほいよいしょー、レイさんの取れ。なんかここ宝箱なみたいなマーク出てたけど、何みんななんかくれんですか、なんかちょうだいちょうだい、よこせなんて強制的なまあそういうゲームですからね、やるかやられるかの世界ですからね、戦争ですから。よいしょ、いいっすね、楽しいよ。後ろに回り込んで上からダウン、いいよ、はいはいはい、よいしょ、もう技たまったぞ、もう技積極的に打ってるぞ。どこだ、ここです、あそこか、そこだな、 OK 見つけた、そこレクイエム何回奏でるんだろうか何回奏でちまうんだろうか、サービス精神豊富だろう俺、何回でも奏でてやるぜ、下腹の体の中に叩き込んでやるぜ、おれおいしょ、この世界でなそうなそんなもんか、あい立ったな、立ったら最後貴様は地べたに座っておけ、おお、まだ生きるまだ生きる3発くらいあるかよ、技うまくいってるわ、よし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 、宝箱って何、なんか最後にもらえんのかなじゃあ上の拠点取りに行きますか、上の拠点取ってあとは右下行くだけだ、どうだ今結構完璧じゃないか、なあ死に戻りしたわけじゃないからな、ただでな、行くぞ、よいしょ、行くぞじゃねえんだよ、ちょっと稼がせてもらおうかな、稼がせてもらおうよ、行くよ、ほい行くぜ、その調子よ、その調子マジで、ほいあれも拠点制圧、まさか、おいしょ、あ制圧してんな制圧しちゃったな、やっぱこれ発動したらめっちゃ強いね、ほい敵の量すげえな、てかみんな死にかけなんだけどな、うっほ、よし拠点制圧したし、もう行きますか、よし、どう、地図の 7割は占めたぞ、うちの軍、うちの軍が、軍ってなんだよ、よしみんな助かってるし、俺体力満タン、いいぞ、伊達に2回死んでねえよ3度目の正直だ、さあ行くぜ、ここなかなか面白いな、テンテテン、行くぜ、はいお邪魔しまーす、頼もう、あらやったー、拠点ボス出現、早いな、てか今誰だ俺になんかちょんとやってきたやつ、さあこのくせにお前ら突っ立てりゃいいんだよだってうわーとか吹っ飛んでればいいんだよお前ら
俺に投入すんな、俺に振るの、ダウンタッチミー。よいしょ、奏でてやるぜ。お前を3、4発これ当てないと死なないっていうことが分かったからな。もう溜まったら速攻用で撃ってくる。で、敵を集めるために端っこ行って、で、こっち向く。そしたら敵が集まってる。よしよし。真ん中に集まってるんだ。で、こうやって溜めて、溜めまくって、拠点ボスに技当てると。どこ拠点ボス。無視抜くんだけど、ほんと。あ、いた。そこか。溜まったら拠点ボス。溜まるまで雑魚。って感じかな。OK。よいしょ。よいしょ。いいね。おもろいね。よいしょ。溜まったぜ。拠点ボスがあるか。いた。さあ、どうだ。くらえ。よっしゃい。これで3発目か。4発死ぬのか。4発当てても多分知らねえな。ふん。技何回やればいいんだよ、あいつは。硬すぎんだよ。おい、すげえ4000人いってんぞ。初じゃね、こんなに倒せんの。さあ、これでどうだ。あれ、吹っ飛ばしすぎじゃね、大丈夫、当たってるこれ。巨大ボス当たってる。いや、奥に立ってんな。最悪。おお、敵の軍がめっちゃいる。現実はなくなくすかな、私たちの西戸のオーバーラン。オーバーランしてやるぜ。なんならオーバーキルしてやるぜ。へいへい。拠点ボス、お前見にくいんだよ。アヒルの子か、届いてるかこれ。よっしゃー、制圧。わざ5回当てたぞ。待て待て、拠点ボスの HP がおかしいだろ。あれ、ここ制圧したよな。なんで敵の、あれボスいいんだよ。あ、いや、待って、オッケーオッケー。いいぞ、もう この際全部青くしちゃおうか。この際俺全部青くする気なんだけど、大丈夫、みんなついてくれ。飽きない、俺すごい楽しめるよ。はいどうー、はい、お楽しいな。気持ちよすぎるだろ。これ見ててみんな気持ちいいと思ってくれてるのかな、俺だけかな。3、2、1、後ろ振り向いて。うん、仲間が混乱導いて俺のところに集まったな。おいしょ、たまった。さあ立て、レクイエムを奏でよう。奏でたるわ。おいしょー、大事なところを貫いてやったぜ。よいしょ。こいつ体でかい割には飛ぶな。あいつ本当に巨人か。よいしょ、どこだ。まあこんなに死なねえやな。あれ、いやだよな。いやマジボス硬すぎんだけど、バサーで倒す以外やる気失せる。マジでここまで固めた。よし、止まった。どこどこ、いて、そこ、せやー、よっしゃー、いいね。よし、じゃあ僕行きますか。あのもう敵の右下のびっくりマークなんてもうビビってんだろ。俺がここまで制圧するとは思ってないだろ。まあクリアタイムは今回 D かな。ただ倒した数は S だね。よいしょ、結構レベル上がるかもしれないね、こんだけやったら。5000人突破っておかしいぜ。ウェイ、楽しい。よいしょ、さあボスいる。おい、いたいたいた。たまに仲間が吹っ飛ばして当たんなくなるからな。よいしょ、すげえな5000人って。よいしょ、
これなんなら9999まで行きたいね。真の三国無双なりってね、前あったじゃん三国無双で、なんか千人行ったらかな、我こそはって真の無双なりみたいな言ってたでしょ。俺昔からずっと無双ゲームをやっていましたからね、常連者だから、無双ゲームの常連者ですからね。 HP が赤くなったら敵が強すぎたらちょっと逃げ回って技ぶっぱ してれば勝てるから、ルフもそうやって倒したからね。なんか HA かかってる敵にどんな攻撃を与えようかひるまねえんだろうな、呂布。昔の呂布めっちゃ強かったんだよ。それをハードでソロでクリアしたりとか、弟と一緒に三国無双でラリーとかやってましたんで、もうね、私はね、もうこういうゲームに関してはプロ中のプロですからね。はい、これで死んだろ。よっしゃ、ぴったりフィナーレ。うまくいったね。よし、ここをほっとく。さあボスだ、みんなお待ちかねだ。別に敵いねえよな。うん、もう味方の軍しかいないね。あとは雑魚がちらほらうちのね陣地に特攻かけてるだけで、おそこに2人いんだな、そこに2人だけだな。へっへっへっへ、袋叩きにしてやるわ。行くぜ、頼もう。ほい、おいしょい、ほい、ほい、ほい、楽しんでいこうぜ。仲間に入れる、みんなで遊ぼう。はい、はい、最高だろ、敵陣で暴れようぜ。終わってまったな、もう終わりだ。はい、お疲れ。完全勝利。6戦に行きたかったけどね。俺を殺せたってこのステージが悪い。俺を2回も殺したから俺はもうとことんやるからな。よし、クリア。やっぱり撃墜数を、お、何、ゾロフィー。フィーバータイム。おー、まあ今回頑張りましたからね。22分かかったっていうね。はい。てか20レベルじゃなくて俺16レベルなんだ今。それ苦労するわな。ほうほうほう。はい。次はなんだ、色のカードが違う。ほい。おー、ええじゃん。お、いいじゃん。これいいやつだ。闇属性プラス5。無双フィーバー延長。おー、素晴らしい。移動速度アップ。いいね。これはダメだね。これ、ヒットブースト4。霞はもういいのつけてるからいらねえな。はい。おお、霞めっちゃ上がってんな、おい。あ、そっか。俺が使ってるからか。途中途中で。途中途中使うと好感度アップすんのかな。ほのかもマリーローズもね、使うとなかなか強いんだけどね。なんなんだ、あの男は。石田くん。石田くんって言ったら、はーいってなんか席で手挙げそうだよね。おい、石田つって。宿題を持ってきてかってね。またかつってね。やるわ。やるわ。夫婦さっきはとても素敵な顔をつけてきた。あ、そうだね。いやー、ごめん、ちょっと行きたいけど、生放送だったらそこやってたわ。うん。でも、実況でそこまで長くすると良くないからね。今何分やってんだろう、何十分やってんだろう、結構長いと思う。まぁ、あ、ちょっとね、最後は温泉でゆったりして終わりましょう。おお、誰かいた、というわけでね、皆さん最後までご視聴いただき、おお、ありがとうございました。それでは次回も。ここの湯船、大きくて立派ですよね。君のおっぱいも大きくて立派だね。嬉しくて。そうだね。それでは、このままずーっと入っていたいな。可愛らしいな。うん。
で、何その胸にオシャンティーね、ちょっと飾り付けてるのところがね、また女の子らしいですね。というわけで、今回はこの絵を見ながら終わりましょう。それでは皆さん、最後までご視聴いただき、誠にありがとうございました。それでは次回もお楽しみにしていてください。じゃあね。